ローザンヌは、スイスのボー州に属する基礎自治体で、同州の州都、フランス語圏に属する。秋のローザンヌの街並みレマン湖の北岸に位置する。近隣の主要都市としては、約 80km 北東に、ベルン、レマン湖に沿って、約 50km 南西に、ジュネーブが位置する。国際オリンピック委員会の本部が置かれており、オリンピックの首都とも言われる。2020年冬季ユースオリンピックの開催地となっている。国際柔道連盟、国際スケート連盟、世界野球ソフトボール連盟の本部もここに置かれている。スイス連邦の連邦最高裁判所が置かれ、同国の司法首都となっている。1973年より若手バレリーナの登竜門として知られるローザンヌ国際バレエコンクールが開催されていることでも知られる。古代ローマ人が軍の野営地をレマン湖の近く、現在のビティやウシー周辺に建て、ラウザナと呼んだ。また丘の上の城壁はLausodunon、またはLausodunonと呼んだ。ローマ帝国が崩壊し、安全上の問題から町の中心が防御により適した現在の場所に移った。町はサボヤ家とローザンヌ司教の支配を受けた。1536年から1798年までベルンの支配下に入り、教会にかけられていたタペストリーを含む数多くの文化的な宝物が永久的に持ち去られた。ローザンヌはそれらを取り戻そうと何度も要求している。ナポレオン戦争の間に状況が変化し、制約者同盟、すなわちスイス連邦に加わり、1803年に新しく形成されたボー州の州都となった。1923年。1950年代から70年代にかけて数多くのイタリア人、スペイン人、ポルトガル人が移住してきた。その多くはレナンの工業地区に居住し、地方議会を形成した。町は伝統的に穏やかであったが、1960年代と70年代初期に若者のデモが連続してあり、警官隊と衝突を起こした。その後、2003年の主要国首脳会議への抗議が起きるまで街は穏やかであった。ローザンヌは世界クラスの教育機関がいくつかあることでも有名である。シャルル・ベジエール橋とローザンヌ地下鉄、電車地下鉄その他バス路線ローザンヌ地域公共、交通によってトロリーバス及びバスが運行されている。定期航路レマン湖畔の右からは対岸のフランスエビアンレバンへの定期航路がある。オリンピック博物館ローザンヌ大聖堂、ボアドボー墓地詳細は、カテゴリー、ローザンヌ出身の人物を、参照公式刊行。ありがとうございます。